今どんなものですか。そうですね、まあ、北上部屋、まあ、双葉山相撲道場から57年ぶりに優勝と、そして大関が、率直にも本当に嬉しい気持ちで、嬉しいしかないですね。部屋の先輩方からも喜びの声などはもうありますね。そうですね、どんなお話されましたか。いやもう特にもう優勝も本当にそんなになかったんだなって思いますし、私もずっと長いんですけど、福さんで経験を持てたのでいい頂戴席の構図は横で聞いていて、はい、どうですか。いや緊張してる、ガッツガツが言ってて、狙いがいいこと言うなと思って言ってました。あの下が来る前は、枝川さんもこう緊張を崩されるような声が気にしましたけど、はい、緊張というのは伝わってきたんですか。いや、ちょっと緊張してるなと思いました。はい、今場所はずっと近くで見ていて、はい、何かこう今まで以上に違う部分というのを感じますか。そうですね、あの場所前の稽古からもう見てて、なんかすごい自信を持ってやってるなって、まあ、今場所ですごい、すごい、僕はちょっといつもと違うなっていうふうに、まあ、私は感じてます。何が一番その前に違いますか。自信のある、力強さですかね。そこをすごい私は感じてます。この半年でもう一気にですね、昇進まで上がったわけですけど、はい、この半年で見ると何が変わりましたか。私はもう力強さというか、自信を持っているというのが一番私は見にくいんですけど、1月もちょっと欲しかったんですけど、そういう経験をして、まあ、として、すごい自信を持ってるかな、うん、自信っていう部分、はい、今後、大関としては、はい、私どんな期待を持ってますか。うん、ね、まだ一つでありますね。目指して頑張ってもらいたいです、はい、入門した頃から見ていて、はい、今どんな部分ですか。僕も入っていたけど、強かったので、なかなか定着できなかったんですけど、ここ最近は本当に力強い人が多くなったので、それを本当に目指して、目指してます。ありがとうございます。ありがとうございます。改めてでは、頂戴できます。今、江戸川さんの例えば自信を持っているという話もありましたけれども、関取自身、やはりその自信というものが力に変わった部分はあるでしょうか。そうですね、まあ、1月と7月に優勝して、まあ、経験も優勝争いの気持ちの持ち方持っていかれてきたそういうの経験したわけで以前は控えめの発言が注目されることもありましたけれども、場所前は思いをもっと口にしていこうという話もしていました。何かこうきっかけはあったんですか。そういう気持ちの変化というのは。きっかけと言いますか。優勝争い、成績のところなんか、気持ちの動きが
中でいろいろ変わってきたものもあります。そうですね、まあ、その目標を口にするから自分にもこうプレッシャーをかけることが今までちょっと遠慮してたんですけど、そのプレッシャーだと付き合いが分かってきて、もう少しずつですけど、まあ、ちょっとしていこうかなって。プレッシャーに弱いという話をされていましたけれども、じゃあそのあたりは克服できてきたということでしょうか。まだまだそれ克服とまだいかないんですけど、まあ付き合い方というか、そういうのは分かってきたんじゃないかなと思います。そして今日は隣にご両親も駆けつけてくれましたけれども、いい親孝行ができたと思います。まあ、どんな思いですか。そうですね、まあ、親孝行もそうですし、お願いしました今お願いします。どんな言葉をかけたいですか。ご両親にも一言ずつ伺えればと思います。伊予さん、おめでとうございます。ありがとうございます。優勝からこの伝達式まで今どんな思いですか。最初はちょっと実感がわからなくて、今日こういう場所に来て、選手力は今ドキドキさせて申し訳なかったという大関の言葉もありましたが、あの優勝の瞬間というのはどうでしたか。優勝が決まって昇進の運びとなって、これからどんなことを期待されますか。リエさんにも伺います。どんな息子さんでしょうか。今どんな思いで見ていますか。これから大関としてどんな期待があります。やはり病気怪我に気をつけて頑張って、今日は母親としてはどんなことを息子さんにかけてあげたいという思いでしょうか。そうですね、やっぱり体のことを一番考えます。おめでとうございます。では、その電気に改めて結びに聞いていきたいと思いますが、先ほど枝川親方からもさらに上を目指してという言葉もありましたが、その上という意識は今の時点ではどうでしょうか。そう、
存在感を示して、そしてゆくゆくはしっかりと上に出していくためには、今相撲はさらにどんなところを磨いていきたいですか。もう少し前傾で、あともう少し腰を下ろすかなと考えています。そのためにはどういう傾向、どういう相撲が必要になってきそうですか。その理想とする形で、ひたすらこう、ちょっと癖になってるところは、そこで修正していければなと考えています。この形で来たので、なかなか腰を下ろす、少し膝を上げていくのは難しいという話も、場所前、話してくれましたけれども、ただそのあたりも取り組んでいきたい。今、ふるさとの熊本にはどんなものですか。そうですね、たくさんの方に応援していただいて、これから熊本の皆さん喜んでいるよう言えるかもしれません。コロナ禍になって地元に帰省できないからこそ思いが強くなった部分っていうのはありますか。そうですね、ご生活を変えてもその分大事な大事な故郷かなという実感が強いと思いました。地震や豪雨で大変な思いをしたい人たちには今どんなメッセージを送りたいというのがありますか。新大関の場所、九州に凱旋とはいきませんけれども、どんな抱負、今持っていますか。本当に初優勝から伝達式まで、ここまで改めてこんな振り返ってどうでしょう。これでどうですか、つかの間ですけど、匹敵つけそうですかね。とりあえず、自分へのご褒美ですが、今何が一番したいなどありますか。ここまでの激しい戦いを終えて昇進を果たして、そうですか、一日中寝てみたいです疲れてますか。は取れてると思うんですけど、なかなかぐっすりというか、休みの日は昼近くまで寝ることがあるんですけど、最近朝の疲れが出てよく目覚ましをかけずに寝てみてください。ぜひ本当に大関昇進おめでとうございました。代表の質問、ここまでとさせていただきます。次に記者の方などから、追加で質問があればぜひお願いします。